皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうかつづりでございます。ポケットミラーパート9続きをプレイしていきたいと思います。<noise> えー、はい。前回、えー、得体の知れない <laughs> 女の子から、えー、追いかけられて、えー、ハーパイさんに助けられて、えー、いろいろ話をした。 そこ,こまで話を進めたわけですが、その続きからのスタートとなります。それでは、プレイしていきたいと思います。棚には、若きウェルテルの悩みや、女学書のような、難しそうな文芸書がたくさん並んでいる。これ、フランス語で書かれてる。ババーナー。 これはわからない。<laughs> パヴァーナちょっとわからない。すいません。<laughs> 私の好きな作品の一つです。どういう意味ですか亡き王女のためのパァーヌ。パァーヌはとても優雅なゆっくりとしたダンスのことです。そうなの。お、チャームですね。 意志を持つかのように炎は不気味に踊り、暖かいおぼろげな光であたりを照らしている。暖炉の横に大きな振り子時計が立っている。凍りついたかのようにその針と振り子は止まったままだ。あ、それは私の勉強ノートです。 <laughs> 子供の頃に勉学に勤しむように求められたので、それはその時のものです。そうなの。あなたってすごいのね。褒めていただきありがとうございます。物事の本質を捉えるというのはとても大事なことですよ。あなたはとても勤勉なのね、ハーパイさん。ん付けなんてやめてください。ハーパイって呼んでくれていいのよ。ハーパイ。 これは前回も言ってましたね。大きな棚の上にいろいろなものが置いてある。暗くて読めないわ。ある。長い間、あなたが来るのを待っていました。長い間ええ。A ずっと待っていました。少し変に聞こえるかもしれませんね。えっと、私は前にあなたと会ったことがあるの、うん、いいえ、会うのはこれが初めてです。でも、私はあなたを守るためにここにいる。私のことは守護天使のようなものだと思ってください。私はあなたを守るためにここにいるのです。 まだあなたに質問したいことがたくさんあるわ。あなたが探している答えが見つかるように、できる限り答えましょう。と、うわーこれは。うん。えー、なんだろう。ここはどこ私たちは今、 私の屋敷の中にいます。そうなのね。たった一人でここに住んでいるの <laughs> ええ、そうですよ。時々とても寂しく思う時もありますね。パパイ。はいああ、えっと、私はただ。たった一人で暮らすなんて、すごく大変そうだなって。ああ。 あなたは本当に優しいのですね。そんなことないわ。否定しなくていいのですよ。幾度たるもの褒め言葉は素直に受け取るものです。<laughs> ありがとう、ハーパイ。<laughs> どういたしまして。<laughs> すごくいい雰囲気ですよね。やっと笑ってくれたわね。あなたのおかげよ。 あなたには笑顔が一番似合いますね。私はあなたの幸せを何よりも願っています。そしてあなたの笑顔を見るためならどんなことでもしましょう。<laughs> ありがとう、ハーパイ。<laughs> もう一つあなたに聞きたいことがあるの。聞いてもいいどうぞ。 フィレッタという名前の女の子を知っていますかフィレッタ。い,いえ、知らないですね。全く聞き覚えがありませんね。そうですか。それがどうかしましたか <laughs> えっと、彼女のことを知っているのか気になっていただけで、それだけよ。 うん、楽しいと、本当に時間が経つのが早いですね。ええ、本当にそうね。お茶です。食める前に、どうぞ。これ、どっちだったかなどうも。いただきます。ありがとう、ハーパイ。あ、忘れるところでした。 どうかしましたかお茶の中に、どうかしましたかえー、これどっちだろう何かがある。それはどういう意味ですかティーカップの中に何かが入ってて。え、そんなああごめんなさい。あの、本当に申し訳ありません。<laughs> いえ、大丈夫だから、ハーバイ。 私もちょっと大げさにしすぎたわ。<laughs> 本当にごめんなさい。あなたにどうお詫びしたらよいのか。お詫びなんていいのよ、ハーパイ。私は大丈夫。中に入ってたのも大したことはないわ。でも、<laughs> あなたのお茶は美味しかったわ。あ、あ、<laughs> どうもありがとうございます。 実はあなたのために用意してたものがあるんです。パーパイ、そんなことまでしてくれなくても。い,いえ、遠慮しないでください。<laughs> 今日は特別な日だからお祝いです。あなたのために作りました。どうぞ。パーパイのカーディガンを手に入れた。 可愛いですね。気に入ってくれるといいのですが。ハーパイ、とっても可愛いわ。本当にもらっていいのもちろんです。あなたのためだけに作ったのですから。本当にありがとう、ハーパイ。どういたしまして。よく似合っています。よかった。 <laughs> かわい,いですね。心地もとてもいいわ。本当にありがとう、ハーバイ。秋 <laughs> からずっとお礼を言いっぱなしね。あ、ごめんなさい。これ大事にするわ。どうもありがとうございます。では。まだ足りないようですので、お茶を入れに行きますね。 そんな気を使わないで。いえ、あなたにもっと飲んでほしいのです。さっきの不始末のお詫びも兼ねて。お詫びなんて必要ないわ。大丈夫よ。少しの間、ここで待っていてください。すぐに戻りますから。この間は自由に本でも読んでいてくださいね。ありがとう、ハーパイ。 という時間です。手押し車の上には様々なお菓子が乗ったガラスのトレイとティーポットが置いてある。ここでハーパイが帰ってくるのを待った方がいいわ。おっと、今のは何 ましたね。はちょっと忘れてますねはい終わったっけ ぱ、はいお父さん、見てお父さんのために書いたの、どうあ,あ、素晴らしいね。でも、聞いておくれ。今朝、なんて言ったか覚えているかいはい、お父さん。明日は重要な会議で忙しいって言ったはずだね。今夜は私を困らせないでくれ。分かったかい はい、お父さん。では、勉強に戻りなさい。だらだらと過ごして、時間を無駄にしてはいけないよ。はい、お父さん。<laughs> 誰かそこにいるの <laughs> 誰かいませんか 少女のすすり泣く声がドアの向こうから聞こえてくる外は風がとても強いみたいダムですねだったかな 立派な見た目の男性の大理石の彫像だ男性の威圧的な特徴が大理石によく表現されているこの人どこかで見たことがある気がするえっどういうことかな暗いから分かりづらいですね暗くて何も見えない ちょっと今のはびっくり。えこんなんだったっけ近づいちゃダメだわ<っ>中を探索していきたいと思います。机の上に開いたノートがある。私は家族をバラバラにしようなど。 全く思っていなかった。なぜこんなことになってしまったのか。こうな運命のせいだと信じたい。決して私たちに責任はないのだと。だが、突如起こるあの狂気に私はもう耐えられなくなってしまったんだ。家族が邪悪な存在の遊び道具でしかないなど、絶対に認めることはできない。 君の号は私が引き継ごう愛する君が安らかに眠れるよう最後にできることああ愛おしい君が言ってしまったら私はこれからどうすればいいんだ残りのページはくっついてて読めないわどうだったかなここお オノーレホットフリートアウグスト・ビルガー作うわだっけびっくりしますねあ手紙はロマンパ・ディー・ハイリガー総長殿ここに授業中のご主息の 行動について書き記します。気づいていらっしゃると存じますが、彼女の健康状態は決して芳しくありません。もし彼女の状態に気づいていなかったのであれば、すぐに医師に彼女を見てもらうことをお勧めいたします。彼女は最近、授業中に感触を起こし、暴力的になります。本のページを破り取る。突然ノートに、妙な 落書きをする。読み上げるように言ったら、急に怒り出すということが頻繁に起こるようになってきています。これらの行動は非常に悩ましいものです。しかし、悪いことに最近の暴力的傾向は、より悪化を見せ、自分の髪を引きちぎり続ける。ペンを自らに刺し、傷つける。これらのような、えー、自傷行為をするまでに至っています。 時には、私が彼女の暴力行為の対象となることもありました。そして私はこれ以上この状況に耐えられません。総長殿には、えぇ、ー、えぇ、ー、何なんて長い手紙なの最後まで読めなかった。夜明けの、あブリードリヒゴッドリーブ、プロ、プロック作。すいません。 ようこそ、王銀色の月よ。美しき、静かな夜の同伴者よ。お前は逃げるのか。急ぐな、じっとしていろ。えぇ、ー、企画の友よ。見よ。月はとどまり、雲だけが去ってゆくがいい。五月の目覚めや、夏の夜のように美しい。霧が光のように明るく。 その巻き毛から滴り、丘の上に赤く染まって現れる。気高き者たちを、ああ、あなたたちの墓石は、おで厳粛に覆い隠されている。おお、なんと僕は幸せだったのか。あなたたちと共に日が暮れ、夜がほのかに輝くのを見たんだ。 どういう意味でしょう <laughs> 表記についての研究。フィリップ・ピネル女。ジョ怖いですね。壊れて針をだらしなく垂れ下げた古い時計だ。チャームですね。あります。はい 白雪ベニバラ、クリーム兄弟作、比率と子供の心理の理解、アルフレッド・エバハート、ち見えないんですかね。ホコリや蜘蛛の巣で覆われたテーブルの上に古い蓄音機がある。これは後で あります。全部展示で書かれている。え、これ盲目の人がいたってことですかね。かつてカラフルだったソファーはサビとカビで傷み、黒く汚れたまま放置されている。 歴史的休日の制定に関する提言。アダム・ミュラース著・ス床に手紙がいっぱい落ちてる。全部お医者さんからの手紙みたい。患者のメンタルヘルスの診療から数日した今、私は患者の診断書を書いている。クリニックですか 先日の診断から患者のエリーゼ・ディ・ハイリガーは血液と黒汁質のバランスが崩れ夜間視力が向上しているということが分かったこのような症状は患者の家族らに不利益を与えるようなものではないが患者の精神を急速に摩耗させる類いのものである 患者とその家族は日々がより過ごしやすくなるよう。摂取、適度な運動、入浴、十分な睡眠、適度な生生活、ゆったりとした音楽の鑑賞等を心がけるべきだろう。症状の進行度を確認するため、これから1ヶ月間、患者の元に滞在し、診断を続ける。 誰のことを出して言ってるんでしょうね。おっと、あなんか光った。<ん>これは何古いワックスレコードを手に入れた。聞いてみますか聞いてみましょう。 この声、聞いたことがあるわ。え、鏡と言っているからには、この少女のことを指しているんですよね。え、どうだろう。少し、色あせたメモがある。んこれは <laughs> すいません。読めません。リン、リングズこれは、ラテン語かしら とても古い手紙みたい。破れた手紙がある。上記の治療法すべては失敗したため、あなたにこの手紙を送っています。次際、ヨハン・ヨーゼフ・ガスナー様。私の家族にはあなたの助けが必要なのです。彼女に残された時間は多くありません。どうか、私のうちに来て、治療を施してくださるようお願いいたします。良い返事をお待ちしています。 ここで終わってるやわらかな春風の中大きな木の下に座り空を見上げている人々の絵だ恐ろしい昼間って書かれてるタイトルが <laughs> なんだか憂鬱になる名前ね本の間にメモが挟んである私は父を失望させたくないし 弟とも問題を起こしたくない。なんて汚い文字。学校でのマナーおよび子供の行動のための規則。わかりません。すごく大きな聖書。聖書。オイディプス王。 フォークレス作。あ、わけがわかりません。じゃあ読めない。楽譜が散らばっている。ヨーゼフ・ハイドン。交響曲第26番。二短調。愛花。ジャン・エティエンヌ・リオタール。の生涯とこの作品。ここの本は退屈そうな。 本ばっかりおっとおびっくりーこれ何おっとヒント的なものがなぜ私が映っているの うわ、衝撃の事実だんだん分かってくるのかな急に何これには近づかない方がいいわ閉まってるわ。 この部屋からは何も聞こえないわさっき怖かったとこですね誰かそこにいるのええお願い誰か助けて外で変な声が聞こえたんだお父さんの様子を確認しに行かなきゃだからこの部屋の鍵を取ってきて分かったわ それはどこにあるのこのなぞなぞが分かったら見つけれるよ。一度しか言わないからしっかり聞いてね。ついに落ちた影の中、黄金の輝きは日の光を待つ。始まりは獣の目覚め。北極星に導かれ前へ進め。陽気な鳴き声まで希望は続くだが、 導き手を探せば、公主形の始まりだ。たとえ、東へ向かなくとも、金が終わりを告げてくれるだろう。ドアが開けば、奴が近くにいる。たとえ、恐怖に駆られようとも、静寂こそが君の味方だ。待って、全然わからないわ。うん、わかんない。<laughs> 急いで、さあ、早く。 止まって、うん。 に何かがある。鍵ってこれかしら。錆びた鍵を手に入れた。鍵を見つけたわ。すごい。じゃあ、扉を開けてよ。 これはすぐに出なきゃいけなきゃいけない古いワックスレコードを手に入れたまたこの写真おっとあー顔が塗りつぶされてるこれ何 ですねえー、はい、それでは時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。<noise>